皆さんおはようございます。三塚です。今回は将棋ウォーズ10分記念の実況やりたいと思います。相手の方3級の方になります。対局開始、お願いします。おお早いな。脳台に来た四間飛車。相手の方棒銀ですね。これで抑え込む七五歩と抑え込みたいってことですか。さあどうしましょう。ちょっとね、やっぱり玉不安定なんで、先玉の守りを優先しましょうか。おっと、控えて打ってきた。これ何？銀を交換したいって言ってるんかな？これ例えば七五銀とか出ると七五歩で大したことはないよと。次多分歩をついてくるんでしょうけど、まあまずは玉の守りでしょう。あ、サイン符開けてきましたね。ここはどうしようかな。角成りも嫌っちゃ嫌ですが、ぶつけますか。同角な移動品にもっぺん8八角ですか。列車引いて9九角なる。ああ、そうですね。まあ桂で取る手はさすがにないかな。さあどうしましょう。なんか面白そうな角打ちも特に、いや、ある。ある、面白い角打ちあるぞ。これで銀香両取りです。あー。なるほどね。でもこれ銀を取ると王手なんですよね。だから飛車はかわせるっちゃかわせるんですよ。すごいですね、あくまだ。かけるためだ。じゃあどうしよっかなぁ。どこに飛車引くんがいいんだろう。どこへ飛車を行くのがいいんだろう。6七飛車だと8八角内で8九馬とされると飛車に当たる。飛車を一マス引くと9九角内で今度8九馬があるけどって感じですね。まあ7九金で受かるか。これは飛車一マス引きましょう。6六角。あれ？どういう意味だそれは。ただだぞ。ありがとうございました。完璧な差し回しでした。ちょっとこれは配信できないような内容だけど、
どうしよう。一応振り返りやりますか。ちなみに対局相手のこの3級の方の早指し力は 3.4。高いな。10分切れ目をメインにやってるのに 3.4。うん、それはちょっと高いような気がするぞ。それは高いような気がするぞ。私はちなみに早指し力 1.4 です。ちょっと見ていきましょう。まあ相手の方は居飛車ですね。で、私は四間飛車に振りました。で、相手の方は飛車先を決めて、七角。まあ初心者の方向けに解説しておきますと、まあ相手の方の8六歩同歩同飛とね、いう飛車先の歩の交換を許しますと、この七九の銀がね、全く使えなくなりまして、まあ将来銀が動くと、飛車鳴ってきます、みたいなことがあるので、まあ、飛車先の歩は必ず角で受けなさいっていうのが振り飛車の、まあ、一応の、まあ、定石みたいになってます。まあ、これは、まあ、ノーマル振り飛車に限ってのことかもしれませんけど、一応私はそのように教わっています。で、相手の方、7二銀と銀出てきました。で、棒銀の可能性があるなということで、私は7八銀と対抗。相手の方、8三銀と一直線に棒銀目指してきました。で、これに対して私は6六歩と角道を止めました。まあ、これは角道を止めたというよりは、6七銀と上がれる余地を作ったということですね。で、相手の方、5二金左と来ました。え、玉は囲いどうすんのって感じなんですけど。で、私はとりあえずは、まあ、振り飛車、ですのでね、角道止めたノーマル振り飛車ですので、玉の囲いを急いだという形ですね。で、相手の方は8四銀と出てきました。で、私は将来に備えて6七銀と上がりました。相手の方のね、角道はまだ閉じられてますので、まあ、7四歩から7五歩みたいな攻めが来た時に、いつでも7八歩と回れるようにした手ですね。相手の方、7四歩とついていきました。で、ここでね、ちょっと迷ったんですけども、まあ、7八飛と回りました。というのは、ですね、相手の方の角道が空いてないので、6五歩とつけば、いつでも5五角とね、飛車取りに角を出る手があるんで、まあ、それとの比較ですよね。といっても、七三桂とかで現状止められちゃうんですけど。で、相手の方は七五歩とついてきました。まあ、これを取ってしまうと、同銀と取られて、七六歩と打っても相手の方構わず八六歩とついていきます。で、そうなると銀を取っても八七歩なりで、比較両取りでと金作られて、これ話になりませんし、まあ、これを取ってしまって、で、7五同銀の局面で7六歩に8六歩。これを同歩と取ると銀が出てきて、まあ、角に当たるので、まあ、角をどっかに下がったとしても8七銀なりで8筋は突破されると。したがってこれを取らないというのも振り飛車では、まあ、ほぼほぼ当たり前のことで、まあ、これは角を引いて、飛車の縦引きで受けるというのが、ま、一つの振り飛車の定石みたいなもんです。で、ここで相手の方、7六歩と取り込んできました。で、今度はね、相手の方の角道止まってますんで、同銀と取れるんですよね。で、ここで相手の方、7二飛と袖飛車に回ってきましたが、私の銀には飛車で紐がついてますので、実はこの銀は浮き駒ではありません。で、私は3八玉と、まあ玉の守備を優先しまして、ここで相手の方、7四歩とね、控えて打ってきました。まあ、これ次に7五歩とついて、7筋のね、位を取りたいなっていう感じなんでしょうけど、私は2八玉とあくまで玉の守りを優先しています。で、相手の方、ここで3四歩とついてきました。で、ここでですね、6七銀と引く手も、
あって、むしろそれが最前提なのかなっていうふうに思ったんですが、どういうわけか私9八香と指してしまいました。で、相手の方、6六角と飛び出されまして、これね、7七角とぶつけたときに、例えば5七角成みたいな手もあって、5七の地点に私の駒が何か効いてさえいれば別段問題はないんですけど、ちょっとこれ嫌だなと思いました。で、私は予定通り7七角とぶつけました。で、相手の方、同角成と来まして、私は同飛。で、ここで相手の方に例えば3三角だとか、8八角だとか、先着されると思ってたんですよね。ところが相手の方、5四歩とついてきました。で、ここで、相手の方の8四の銀は浮き駒、1一の香も浮き駒、さらに私は角を手持ちにしているということで、もうこれは迷わず、といっても20秒使ってますけど、6六角と打ちました。これは、8四の銀と1一の香に当たっています。で、相手の方、5五角と合わせてきました。まあ、これ角がどいたら飛車取るぞ。まあ、桂馬の紐ついてますけど、飛車取りますっていう手なんですけど、私がね、8四角と銀を取った手が、相手の方、威力なので、これ大手なんですよね。で、私のこの8四角に、こう、当てながら受けようと思ったら、7三角と引くよりないんですよね。ところが相手の方は7三桂と跳ねて角筋を遮断してきたので、私は7八飛と引いて受けました。これは、9九角成には7九金と寄りまして、桂も香も守れますよっていう意味ですね。で、何かの時には私は8五銀から7四銀。まあ、8五銀を同桂とは取れないですからね、玉なんで、桂馬で取ると角が5一玉に直射しますので、まあ、この段階で銀得なので、有利かなと思ってました。で、相手の方は5秒考えて6六角と出てきたんですけど、これ多分、まあ、タップミスなのかなと思いました。5七角成を狙ってるにしてはさっき8四角と取られたばかりなんで、私の角筋は分かってるでしょって思ったんですけど、これ多分タップミスかな。まあ私容赦なく同角といただきまして、ここで相手の方投了となりました。で、私はまだ身の囲いは完成してませんが、この相手の方の飛車がいる戦場、私の飛車がいる戦場から、私の玉は遠い位置にいますので、例えば角とか飛車でね、何かやられたとしても、すぐに何かピンチになるっていうことはないんですよね。で、あといって3八銀が入ると、片身の囲い完成します。で、一方相手の方は、こう、金銀のバランスがあんまり良くないのかな、というふうに思いました。と言いますのは、玉と飛車って、まあ、右玉や左玉の例外を除いて、自分の飛車と反対側に玉を囲う、玉の守りを固めるっていうのが、将棋のセオリーなんですね。ところが、5二金、左ですか?と上がっているので、例えば玉が4一、3二の方へ来たときに、玉の守り自体が薄くなっちゃうんですよね。で、この状態ですと、今、6六角と取ったところで投了図なんですが、1一角成を防ぐ手段がないんですよね、相手の方に具体的に。まあ、1二金をかわしても1一角成入られて、桂取りになりますし、それ防いで3二銀とかやっちゃうと、この2二まで銀を追い返して桂馬いただきますよと。いうことになって、一方的な展開になっちゃうんですよね。で、なんだろう、将棋ウォーズの定着3級で達成率が 50% を割ってる方に多いのが、威力で結構ね、ガンガン攻めてくるっていうのがあるんですけど、で、また、
有段者以上の方も居玉で攻めるっていうことがあるんですけども、有段者以上の居玉と、この3級程度の方の居玉の何がどう違うのかって言いますと、有段者以上の居玉の場合は、ちゃんと守りのバランスっていうのを考えた上での居玉で、攻め入る隙っていうのを与えないような居玉の指し方なんですよね。例えば、大駒を交換しても打ち込む隙がない。こっちから攻めていこうとしても、数で有利を作れないなどの防御があるんですが、まあ、級位者の威力というのは、どこかに隙がある。例えば先ほどの8四角みたいな、こう隙があるよっていうことで、やっぱり、威力は危ない、良くないっていうセオリーをしっかり身につけて、まずは玉を囲うっていうことを身につけた上で、セオリーを知ってからあえて威力をやるっていうなら話はわかるんですが、そうでないうちは、まずはしっかり玉を金銀3枚で固めて、それから、飛、角、銀、桂の攻め駒で思いっきりそういう攻めると。いうスタイルを身につけられる方がいいのかな、と私は思います。まあ私のこの陣形ですと、例えば3八銀と上がって、1六歩ついて、5八金左と上がりますと、美濃囲いという金銀3枚の立派な囲いができますよね。まあ私それ目指す前に勝負は終わっちゃったんですが、玉を固めるっていうのはやっぱり大事なことかなというふうに思います。あと、大駒の危機をうっかりしないことですね。まあ、桂や香の危機も遠くから聞いてたりしますんで、うっかりしやすいですけども、飛、角、香、桂の危機をうっかりしないっていうのがやっぱり大事なことかなというふうに思います。さて、今回は以上です。いかがでしたでしょうか？高評価、チャンネル登録、YouTube へのコメントなどいただけますと大変励みになります。よろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ごめんください。